あ、どちらまで？赤坂のキャンキャンプランニングまでお願いします。あー、ちょっとわかんないな。近く行ったら教えてもらえる？はい。社名を言っただけで通じるような広告代理店を夢見て、しかし道は険しい。キャンキャンプランニング。おはようございます、社長。おはよう、ボディーパーツバッジコ君。何ですか、その部下って。やめてくださいよ。ひそかな人気らしいね、君のボディーパーツバッジは。ねえ、ちょっと、どうなんでしょうね。本当なんですかね。何喜んでるんだ。仕事の方はどうなってるんだ。はい。まずですね、今週のクライアントのおさらいからしましょう。解説しましょう。今や日本を代表する総合食品メーカー、味の素は1909年の創業から今年で95年目。キッチンと食卓の定番、うまみ調味料味の素をはじめとして、調味料、加工食品、甘味料や健康栄養食品など扱う商品もバラエティ豊か。さらに世界的にも認められたアミノ酸開発技術を生かし、広くトイレタリーや化粧品、医薬の分野と活躍の領域も広がっています。その味の素が出しているパルスイートカロリーゼロなんだよね。はい。爽やかな甘さでカロリーゼロ、糖類もゼロのシュガーレス甘味料で、ダイエット中の人はもちろん、血糖値を上げたくない方も安心して甘さを楽しめる。しかも加熱料理にも使えるパルスイートカロリーゼロの CM 作り、それを我々は任されているわけだな。すごい、社長、最近仕事熱心ですね。仕事熱心な人っていいですよね。はぁ。で、今週もですね、我が社が誇ります有能なリスナーブレンたちから届いたマーケティングデータに耳を傾けつつも、うん、そろそろね、この CM のアイデアを出しながら、うん、ブレストやっていきましょうか。ブレスト、ブレインストーミングだね。はい、うん。ではまず今週届いたマーケティングデータを社長紹介してください。はい。埼玉県のペンネーム、バッジは目のやつください。22歳から。あ、宮川さん、京子さん、こんばんは。 CM のアイディア考えました。あ、じゃあちょっとやってみましょう。はい、いきます。いけ。やった、ダイエット成功よ。ウエストがこんなに細くなったし、顔も見違えるよ。そこの素敵なお嬢さん、私と付き合ってください。いや、突然イケメン外科医がフェラーリに乗って私をナンパしてきたわ。君、君、ぜひうちの事務所に入ってくれないか。今度はテレビのディレクターに。私がパリコレのモデルに。あ、向こうから天才音楽プロデューサーが。あ、もうどうしたらいいのかしら。バイトに遅刻しちゃう。冷めない夢をあなたに。カロリーゼロのパルスイート、加熱料理にも使えます。はい、いいじゃないですか。すごいですね、これ。いいと思いますよ。あの、京子くんの、なんていうの、こう夢見がちな恋愛願望を強く反映してますよね。あの、イケメン外科医がフェラーリに乗ってナンパしてきたら、やっぱついていっちゃうでしょ。はい。パンツ丸出しで。はい。はい、とか言って。いや、パンツ丸出しやめてください。あ、いけないところでした。あ、そうですか。はい、結構そういうのは嬉しいと。よし、ペンネーム、バッジは目のやつくださいって書いてある22歳。はい。目のやつをくださいなんて書いてきてるやつに目のやつをあげるわけはないので、こいつは特別に目よりもっといいものをあげたいと思います。はい。かかとバッジプレゼント。俺はちょっと強固かかとブームを作ろうと思ってるんだよ。できますかね、これ、ね。できますよ。来るといいですが。プレゼントです。楽しみに。はい、はい、お待ちください。まあね、こういうようにダイエットってこう、先のね、人のおはがきありましたけれども、うん、女心こう悩ますじゃないですか。うん、だからまあこう悩みに的を絞った CM にするっていうのはどうでしょうかね。あの、ダイエットに関する悩みを、うん、パルスイートカロリーゼロが解決するっていうね。例えば？はい、こんな感じです。私悩んでるんです。ダイエットは諦めたくないけど、甘いものも諦めたくないんです。あと、キラキラ光るダイヤも、あと、お金持ちの彼も諦めたくないんです。あと、ゴージャスな一軒家と。バカ野郎！京子くん、それじゃ CM じゃなくて、君の個人的な心の叫びじゃないかよ。なんでわかったんでしょう。わかるよ、これ。リスナーにもバレバレなんだから、まったく。すいません、仕事ですよね。私としたことが失礼しました。そうだろう。でもさ、甘いものとか甘いという切り口はあるんじゃないのかね。そうですよね。うん、じゃあこれちょっとこれ、はい、試しにこんな感じでどう。はい。ねえ、あなたって本当にダメ男。君こそ世界一の性悪女さ。で、愛情ゼロの甘い会話よりカロリーゼロの甘い甘味料はいかがですかと終わるような、男が甘い口調で辛辣なことを言い合う CM っていうのはどうだろうね。はあ、ダメ。いやいや、
ちょっといろいろ考えることが。バカタカ、何でもかんでも白馬に乗った王子様が来ると思ったら大間違いだ。もうやめました、それ。やめましたか。はい、恋に恋することはやめましたか。やめました。さ、ところでですね、赤くなってる。なってません。続いてじゃあ、はい、別個のマーケティングデータ紹介しましょう。はい、お願いします。埼玉県和光市のラジオネーム秀忠さんからのマーケティングデータです。宮川さん、京子さん、こんばんは。私は甘いものがやめられない27歳 OL です。万年ダイエッターの私は常にカロリーの取りすぎを気にしているにもかかわらず、寝る前に甘いものを食べる癖が抜けません。アイスクリーム、プリン、菓子パン、チョコレート、朝食べようと言い訳をしつつコンビニにより買い込んでは朝まで我慢できずに食べてしまう毎日。私の友達には同じような症状の子が多いのですが、京子さんは大丈夫ですか。そうね、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。なんで伏せ目がちで言ってるんですか。いや、ちょっとわかるなと思って。買って食いたくなっちゃうという気持ち。明日明日って思って買っていたものを、うん、ついこう食べてしまうっていう。でもさ、明日食べなきゃいいんじゃないの、ね、そういうわけにいかないの。こう夜食べるのと朝食べるのと違うかなって。そっか、夜食べると太るっていうもんね。はい。あ、そういうことですか。はい、うん、ちょっとわかりますね、これは。ちなみに今京子君は体重何キロ。なんでそんなこと聞くんですか。関係ないです。じゃあ72キロってことにしとく。やめてください。もうなん、あ、言うところでしたよ。多すぎます、それじゃあ。多すぎます。30キロぐらい多い。あーあああ、いや、それはそれは嘘でしょ。ちょっとそれはお母さんに言いつけるぞ。ちょ30キロで42キロでございます。だって言い過ぎました。ごめんなさいわ。ごめんなさい。よし、許す。続いて、はい、神奈川県平塚市のラジオネーム万年課長さんからのマーケティングデータです。前回の会社の健康診断で血糖値がちょっと高めなので、これ以上太らないように気をつけてくださいねとお医者さんに注意されました。病気のこととかよくわからないんですが、確か血糖値が高いと糖尿病とかになるんですよね。ちょっと食生活を考えなくてはいけないと思うんですが、実際どうすればいいのかわからなくてほったらかし状態。この前の放送を聞いてカロリーゼロのパルスイートから始めてみようかなと思っています。うん、まあ、私もキャンキャンメールですね。キャンキャン、うん、かなりキャンキャンしてますよ。ねえ、いや、いいんじゃないですか。はい、やってくださいよ。ぜひね。別に糖分を取らないっていうことで、これ以上太らないだけで痩せるっていうわけではないですよね。多分。そうですね。はい。みんなこうね、こうダイエット食品食べれば痩せると思ってるみたいですけど、はい、そんなことはないですからね。そんなことはないんです。それ以上太らないっていう、そういう話ですよね。はい、そうです。まあ、このようにね、血糖値を気にする方にもこのパルスイートはいいんですよね。うん、ってことです。ただですね、こちらはこうダイエットよりも結構こう真面目なトーンのCM になっていくのかなと思うんですよね。そうで、森山良子さんのラジオ番組ハートオブポップスがちょうど味の素の提供で、リスナーの年齢層もちょうど血糖値の気になり始めた方たちに近いから、はい、そこに売り込めるような CM を作ろうって、そういう話なんだよね。そうですね。ただね、真面目なアイディアとなるとね、まあね、真面目とはまあ反対の社長にはちょっと辛いですよね。なんだと。ああ、そういう強国も何かアイディアはないのかね。それはね、なかなかちょっと縛りが厳しくて。縛りが厳しくて、ではこちらの方はひとまず宿題としておこう。はい、そうしましょう。来週は今日出たアイデアなどをもとに実際の CM を流していきます。うん、ですので来週はマーケティングデータは必要ないのですが、うんうん、番組の感想などありましたらどしどしメールをお送りください。うん、ご紹介させていただいた方には、うん、私のボディーパーツバッジ差し上げます。うん、まあ、体重72キロのお姉さんのボディのパーツがバッチになってるってことですね。本当にそう思ったらどうするんですか。あ、そうか、42キロだった。ごめんごめん。はい、お願いします。アドレス、cancan@best.tbs.co.jp、cancan@best.tbs.co.jp です。さあ、じゃあ今日も仕事が終わったことだし、京子くん2人で飲みに行こうじゃないか。2人では行きません。いや、かーく今週の広告のお言葉は縛りが厳しくてです。本来は CM を作る際にクライアントからの要求や言わなくてはならない決まり事が多いという意味ですが、ほとんどの場合いい広告アイデアが思いつかないのを自分に才能がないせいだと思われないためにする言い訳です。では練習してみましょう。いやー、縛りが厳しくて、いやー、縛りが厳しくて、もう縛りだらけなんですよ。まあ縛りだらけなんですよ。頑張れ、キャンキャンプランニング。来週はいよいよ CM 録音だ。